キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、崖っぷち選手をその後楽天巨人編、はい、ね、うん、ところで、はい、まあ、楽天はね、うん、マー君、早川、高田、はい、野手が西川、田中和樹、和田荒れ、はい、で佐々木コメント、うん、マー君は今年ふざけたらできないと持ち場がどんどんなくなる、うん、前回の、うん、ヤクルト編を受け、うん、マー君はやっぱベテランの別室シェアハウス行ってないですか。シェアハウスは、うん、あのベテランの域だから、はい、最前線で活躍しないから。あ、そっか、そっか、まだマー君は最前線のところですもんね。そう、最前線のところだから、うん、だからシェアハウス行くんだったらもう6番手ぐらいになるから、ね、はい、あ、なるほど。あ、じゃあでもまだ行けない、全然行かない。それでいいですか。ダメですダメです。でも今年7勝11敗、はい、防御率 4.91、 いやー、これはもうどんどん減っちゃうんじゃない、持ち場が。まあ、7勝11敗、まあ、去年もね、うん、9勝12敗、うん、で日本帰ってきた2021年の時も4勝9敗だから、うん、いや、もう3年連続10勝してないのよ、はい、で逆に言うと2年連続2桁敗戦してるわけよ、うん、でそれがまだ1年目2年目は防御率3点台前半だったから、うん、まあ、ちょっと援護かねっていうところもあったんだけど、今年は防御率が 4.91 だから、うん、正直もう言い訳できないっていう。で、あの投球回も3年目で一番少ないからね。ああ、そうなんだ。試合数は帰ってきて21年が23試合先発、うん、で22年が25試合、はい、で今年24試合だから、うん、ほぼほぼ一緒じゃん、はい、ほぼほぼ一緒なのに、あの投球回が 155.2 イニング、うん、163イニング、 139.1 イニングってもう20イニングぐらい減ってるから、うん、っていうことは1試合平均約1イニング減ってるわけよ、うん、っていうことはもう長い回も投げれてないから、うん、長い回も投げれてなくて、うん、ってなるとまたきついよね。で、奪三振がまた一気に下がってる、はい、126、126だったのに81になってるから。ああ、そうなんだ。45個も減ってるから、はい、っていうことは、うん、1試合平均約2個減ってるのよ、はい、フォアボールの数も、うん、まあ、四死球43個と、うん、そこも10個上がってるよ、うん、去年より、はい、だからフォアボールの数も増えてるから、うん、なかなか被打率も 2.89 と、はい、1年目は2割2分8厘、うん、で去年2割5分8厘で今年2割8分9厘でウィップも 1.39 だから全部の成績が軒並み悪くなってるから、うん、去年よりだから良くなったところっていうのがなかなかないわけですね、うん、っていうか何もない、うん、正直、うん、今年35歳だから、はい、来年36歳でしょ、うん、だマー君が、まあ、来年の楽天を占うんだったら、マー君が水曜日とかに投げてんだったら俺はまだ強いんちゃうかと思う。水木、はい、2カード目、うん、3カード目ぐらい、うん、これがまた火曜とか、はい、行くんだったら、うん、まあきついんちゃうかと思うね、正直。まだマー君をエースとしてこう一番チームの柱として考えてるってなると、うん、まあ、若手の付き合いがないっていうところもあるし、うん、まずそこをマークに頼らなきゃいけなかったら、うん、相手のその防御率も悪くなってきてるから、はい、ある程度点取られるのを想定して投げさせなきゃいけないじゃん、うん、で相手のエースクラスが来たら、うん、点取れなかったらマークの負けが増えていくだけだから、うん、マークの成績にも直結しないし、はい、チームの試合、ね、勝負にも直結しないし、うん、でそれより以下が今のマークの力よりも落ちたやつがなってくると、うん、チームの総力が上がんないじゃん、はい、だから来年のローテ注目だね、うん、マークが本当水木とか投げてたら、はい、おって思う。あ、あとはマークの成績もひょっとしたらもうちょっと上がるかもしれない、はい、あ、そうですか。相手のレベルが落ちるからね、はい、まあ、そういったところになってきてんだっていうね、うん、そうですね、うん、まあ、でもちょっと若手もこう伸び悩みはありつつも出てきてはいますからね。先発庄司とか。でも日曜日とかだけでしょ、どうせ。はい、そうです。だから誰が火曜日行くねんって話だよ。岸とかになったら同じです。いや、もう危ないよ。そうですね、確かにもっとベテランでした。で開幕誰行くねんって話だから。そうですね、うん、でも一番勝ったの岸投手なんですよね今年ね。だ開幕が結局岸とか乗り物なんでしょ。ちょっとベテランですね、みんなベテラン。下手したら岸乗り物で金土だからね、はい、日曜日庄司ぐらい、うん、とか早川とか、はい、投げさせて、うん、で火曜日早川行きますかっていう、うん、そうですね、うん、そこら辺だね、うん、っていうところでは、はい、まあ、ちょっとなかなか厳しいね正直。このままこうなっていく可能性も十分考えられる。一回ねこう来てほしいなっていうのはね、うんうん、ありますけどね、うんうん、はい、で続いて、うん、早川、はい、まあ、もうちょっとピッとせえよな。6勝7敗だからね、はい、だから隅田ぐらいは最低でも行ってほしかったよね、うん、ちょっと正直ね、シーズン途中抜けましたからね。17試合先発、はい、6勝7敗、うん、
3.44 防御率、うん、被打率2割7分はちょっと高すぎるような。やっぱ今年も左に打たれてるからね、はい、2割9分2厘と。左対策をもうちょっとしない。しかも左対左なのに三振全く取れてないからね、うん、右に比べると、はい、そういったところも。でフォアボールも多いね対左に、はい、だからもうよっぽど左投げにくいんやろな。あとは投球の割合が偏るんだろうね、はい、ああそうなんですね。だ多分三振取る球ないんだよ、うん、結局はインコースのストレートを見逃し三振取るか、うん、外に流れるスライダーを取るしかないけど、右だったらインコースズバもあるし外まっすぐもあるし、あとチェンジアップがあるから生きるんだけども、うん、結局左に対しての多分必殺技がないんだよ、うん、結局はね、はい、でそうなった時に苦しいっていうのが多分この数字に現れてるところだと思うんだよね、はい、だからそこら辺をどういう風にするかだね、うん、まあ、これぐらいしか望んでないんだったら俺はいいんだけど、早川にもうちょっと頑張んないと本当水曜木曜投げるピッチャーになってるから、うん、正直 ね、 ね、だから早川とかが本当火曜日とかに投げれるようになっていかないと、うん、なかなか厳しいよね。そうですね、崖継続だね、はい、正直ね、うん、ちょっといいピッチャー出たらすぐ使われなくなるよ下手し、まあ、今年小尺君とか入りますからね、うんうん、で続いて高田、はい、1軍では7試合登板 1.86、はい、夏場ですね、うん、出てきて、うん、2軍15試合怪我、いや怪我じゃなかったと思うんですけど、あんま投げてないよね。そうですね、2軍でも去年投手3冠2軍で取ってるのに、はい、まあ、チーム事情もあるだろうけど、なんで今年リリーフやってんだろうね、うん、もう先発で投げた時にあまりこう良くなかったイメージなんですよね。いやでも去年3冠してんだよ、うん、そうですね、それでだったら今年先発で行こうってなるじゃんな。だ2軍でも先発で1回も投げてないから、うん、しかも先発終わんのにな、謎やな、うん、はい、リリーフになってるっていうのが、もともとは先発やってましたからね、うんうん、だって2軍で投手三冠だったピッチャーが、はい、次の年ファームでも1試合も先発せえへんって聞いたことないよな、うん、そこら辺が謎やな、ちょっと、はい、ちょっと私も継続だね、私もちょっと探ります、うん、西川はい、西川春樹、はい、戦力外だよな、なりました、はい、まあまあ仕方ないね、うん、そこはね、まあそのノンテンダーで来てね、上半期はめっちゃ良かったけど、良かったですけどね、あの勢い終盤のちょっと失速がね、うん、はい、ちょっと否めなかったけど、今年も2割、1割8分1厘、はい、まだ31歳だからね、うん、37歳ぐらいの雰囲気出てるよな。でも2軍では3割6分9厘だよ、2軍ではめっちゃ打ってんだよね、うん、はい、まあでも外野も小郷が出てきたから、うん、で島内って辰巳もいるから、まあ、守るとこないっちゃ守るとこないんだよね、はい、外野もちょっと渋滞してるんですよね、もう正直ね、うん、岡島選手もいるし、うん、渡辺義明選手とかね、うん、だからまあどこに移籍するかだね、はい、これはね、うん、なかなかちょっと厳しいね、一軍じゃこれじゃね、はい、で続いて田中和樹、はい、田中和樹もなかなかこうスタメンはつかめないんですよね、もうこうなってんな、はあ、ですか、いやでも小郷が出てきたからな、まあ来年どうなるか分かんないけども、はい、ね、0割8分8人じゃなかなか厳しいよな。そうですね、正直ね、ダイソーとかそういうところで出てたんで、でも完全にドラゴンとかの加藤翔平枠になってるよね。ああそうですね、後藤俊太とかね、うん、うん、まあ、崖もこうこう感じだね、はい、正直ね、うん、で続いて渡辺選手、うん、うわちょっと戦力外になりました、まあまあね、はい、2軍では打ってんだけどね、そうなんですよ、2軍で打てんのに1軍でなんで打てないか聞きたいよね、うん、何が違うみたいな、もう見え方違うんかなみたいな、はい、その球のね、うん、でもそうなってくるとなかなか厳しいからね、うん、そのまま引退するのかどっか移籍するのかだね、はい、うん、正直ね、そうですね、うん、はい、だから楽天は比較的全体的にちょっと前進した人があんまりいなかったか、まあ、早川ぐらいだね、うん、正直ね、はい、あとはちょっとなかなか厳しかったね、うん、袴さん、藤平、唐島、はい、堀内、黒川、この辺に出てきてほしいっていう、優勝には唐島の10勝が必要って言ってて、はい、唐島何勝？1勝です。それじゃ優勝できるんだ、はい、うん、唐島投手がここで途中から出てきて9選手10勝ってなってたら、うん、優勝しますよきっと。1勝5敗やもんな。なんですよ、滝中の2勝4敗見たかったけど、うん、そうですね、フリーラ最後良かったよ、うん、そうそう最後ね、うん、うん、ね、ちょっと来年期待っていう感じですね、うん、堀内くんが全然出てこないんだよ。でも来年はもう炭谷いなくなったから来年は一軍に来るかも分かんないよ。うん、そうですね出てきてほしいんですけど、うん、本当、まあ、というところがね、はい、楽天だね。あと黒川選手もね。続いて巨人、高橋、うん、高橋優希投手、うん、やっぱこう安定感、あのチェンジアップがやっぱりルーキーの時は良かったけど今投げてみなきゃ分かんないからね、うん、
多分あれが課題だよね。今年は2軍では6勝2敗だからね、うん、チェンジアップやな、あれの精度が戻らない限りきついよね、うんはい、高橋、はいね、左かな、うん、なかなかいないからね、そういったところでチャンスあるんだけどね、うん、まあ崖一歩後退、はい、で続いて中川、はい、まあ、怪我から復活してよかったよな、うん、44試合登板で 2.08 17ホールド14セーブだからね、はい、まあ、大勢がいなくなってからね、うん、守護神っていうところになったけど、やっぱ前に行った方がもっと安定すると思うけどね、うん、だから大勢が帰ってきて中川大勢つなげたからね、うん、めっちゃいいような、中川投手はもう崖なんかじゃないじゃないですか。そうそうそう、うん、もう普通に一軒家、一軒家、うん、タワマンとか一軒家、もう一軒家、多分あの引退したらコーチ、はい、多分、はい、高橋と中川がチームの崖を支えているっていう、うん、ここが頑張ったら、うん、だからこう両輪が活躍しなかったから、はい、まあね、B クラスっていうところにね、うん、落ちちゃったっていうとあるけども、はい、あと広岡、うん、崖だったけど、はい、落ちたらあの魔法の絨毯で、はい、オリックス通り飛んでいって、ね、日本シリーズスタメン出てたね、出てましたね。しかも超いいとこで打ってたから、はい、これあれやな、ワンルームマンション引っ越したお、うん、ワンルームマンション、え、一人暮らし用のマンションってことですか。そうだね、うんうん、いやってね、まあ引っ越し、まあ、成績自体は正直、うん、いいもの一つもないけど、はい、やっぱ日本シリーズスタメンだから、うん、これは期待されてるってことですよね、うん、大きいよな、うん、しかもいいところでもヒットとかも打ったしな、はい、勝負強いっていうところでは、うん、ね、はい、で続いて梶谷選手、やっぱこのね、ベテラン勢に頼ってんのがきついよな、ジャイアンツは、うん、梶谷2割7分5厘ホームラン2本、うん、102試合っていうね、ところでも、はい、まあ代打とかもあったしね、うん、でもスタメンで出てる日もね、結構ありましたからね、うん、でもここら辺がずっと出てるようじゃ巨人弱いな、はい、うん、正直ね、こういう梶谷とかやっぱ乗り越えていかなきゃいけないよね、うん、若い選手たちはね、はい、でもどうですか、その崖っぷちっていうところで梶谷選手、シェアハウス、シェアハウス、あ、移動しました、シェアハウス、ベテランシェアハウス行きです。はい、下手したら引退後コーチです、はい、はい、そのまま、はい、あの管理役です、はい、シェアハウスの、じゃあ崖からシェアハウスに行ったと、そうだね、もうシェアハウス枠だね、はい、梶谷も、うん、今年頑張れたからね、はい、このまま頑張ってなかったらもうあの消えていってたかも分かんないけど、ね、まあ、今年の頑張りだから大きかったってことですね、そう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 、うん、で続いて、はい、松原12打数0安打1軍で2軍で2割3分9厘、はい、もう片手じゃ、うん、片手、うん、そうですね、なんだけ活躍した年だったんですけどね、でも取ってくるから使われなくなるからな、うんうん、そのモチベーションにも影響するよな、あ、そうですね、うん、これはもうちょっと島を変わった方がいいような気もするけどね、正直ね、はい、もうまとまる方で、まあでもまたこっからなんかこう絨毯とか飛んでくるかもしれないですね、十分ある十分あるあですよ、ね、うん、で、うん、落ちたと思ったら下にね陸がある可能性があるからね、はい、うん、か違う島がね、うん、そうあるかもしれないですし、で袴田さんは、はい、赤星オコエ、赤星投手今年前半パッとしなかったけど終盤、はい、めっちゃ良かったよな、はい、だからやっぱあれちゃん体力ないんちゃうか、はい、結局は、うん、だからいやフレッシュな状態ではめちゃくちゃいい球投げれるけど、うん、はい、これやっぱ体力削られてくると、うん、これっていう球があるわけじゃないから、うん、やっぱ質のいい球をどんどん投げていかなきゃいけないときに、うん、体力が削られて質がいい球投げれなくなって、はい、結果的にはこれっていう球ないから打ちやすい球になっちゃうっていうところがあるから、はい、もうちょっと全体的な投げる体力を向上した方がいいよね、うん、正直そうですか、うん、でもまあ今年ブレイクしそうっていう意味ではちょっとこう当てはまったかなっていうところですかね、そうそう、うん、だから来年だね、来年ブレイクするかも分かんない、来年さらに期待です、そうそうそう、まあ多分開幕うまくいけばローテーションにはね、はい、入ってくると思うから、ね、入るんじゃないですかね、うん、オコエ、はい、なんか塚谷そこそこできそうな気もするけど、うん、41試合2割3分5厘です、どうな、まあ、だから梶谷とか出ないでお声が出るようになってくるともっとなんかね、うん、フレッシュになってくる、そうですね、可能性あるけども、まあだから継続だね、継続、はい、うん、このちょっと様子見て、でもまあ巨人でよかったよね、巨人の方が出てますから、ね、うん、そこら辺の光はね、はい、あの見えてきたかなっていうね、うん、ところはあるんでね、はい、そういったところではまあお声選手も来年に継続だね、私はね、袴田スコープで期待する選手に挙げてるんで、だから心配なのはもう松原だね、そうですね、松原、高橋、この2人だね、うん、でもどうなるのかね、はい、まあ、ひょっとしたらオフに動きがあるかもわからないからね、うん、そういったところはまたね見ていきましょう、はい、はい。